テレビの仕事をしているときに、ホイベルシムというのが上智大学の前学長でイグナチオ教会で老後の生活を送ってらっしゃる私の尊敬する神父だったんです、まあ、私のある意味の霊的指導者で、彼がもういよいよ晩年で食事もしたかしないかわからないような状態になった時に、中村歌右衛門さんがホイベル神父様とか行きまして、神父様はドイツから日本に宣教に来られて、あの有名な細川ガラシアの本を脚本を書かれましたから、ぜひあれを歌舞伎にしましょうと言って、中村歌右衛門さんの肝入りで、歌舞伎の細川ガラシアができたんです。で、歌舞伎座で一度上演されました。一度というか、まあ、10日間ぐらいだったと思いますが、それで終わってたんです。それでその堀部神父があんまり晩年のそのいよいよ食べられないぐらいこう少し弱ってきた時に、中村歌右衛門さんがお見舞いに来られて、神父様最後に一度ぜひガラシアを見てほしいと、神父さんの作った脚本で歌舞伎に上演できたから、これはとっても歌舞伎の演目の中でも珍しい作品だから、ぜひもう一度見てくださいと言って、で歌舞伎座がもう時間もういっぱいだから2年3年先までもう、それで仕方がないから名古屋の中日劇場でこの歌舞伎をされた。その時私は堀部神父と一緒に名古屋のホテルに泊まって一緒にミサをしながら、そして、3日間ぐらい通いましたかね。そしてその時に私はテレビでホイベル神父とこのガラシアの番組を作ったんです。3本ぐらい。そんなこともありまして、ガラシアというのは何ちゃ一言でなかったんです。そして宮津に来ますと、このホイベル神父が非常に敬愛してやまない神父が今の天使堂を作ったルラーブというフランス人の神父です。で、このホイベル神父はドイツ人です。ルラーブ神父はフランス人ですが、このドイツ人とフランス人が珍しく仲がいいんです。当時としてはもう天縁の中の国でしたからね。それが宮津に来ると、このドイツ人のホイベル神父とフランス人のルラーブ神父が何か兄弟みたいに尊敬し合ってるみたいの随筆に書いてあるんです。あの人生40年間ですね、ルイス神父書いて、ホベル神父はルラーブ神父をイントン社という形で書くんです。で、まあ、その関係もあって、私はホベル神父が宮津来るのも、ルラーブ神父が日本でフランスから日本に来てとうとう最後まで帰らないでずっと宮津で過ごしたのも、私はこの一番の元は細川ガラシアだと思っています。細川ガラシアがこの二人を結びつけ、そしてこの二人はこのガラシアに魅せられるようにして、非常にこの素晴らしい、なんというかな、あるスピリチュアルの世界を体験したんじゃないかなと思っております。と言いますのはね、皆さん、私はまあ、あの、あんまり神がかり的なことは言いたくないけどね、この単語というのはね、あのスピリチュアルゾーン、霊的な、霊気満ちた一つの地域です。地政学的に言うと、日本には宗教的な地政学で言うといくつかのスピリチュアルゾーンというのがあるんです。いわゆる、向こうの世界から神が下ってくるというかね、天使が降りる港というかね、ET が着陸する港というかね、こういうスピリチュアルゾーンというのがこの地球にはあるんです。その最も有名なのがエジプトです、イスラエルです、パレスチナです。それは世界中あるんです。日本で一番有名なのは富士山です。日本にもいくつかあるんです。で、その中の一つは私は単語だと思ってるんです。ここにはですね、非常に古代から神話が生まれやすいところです。ここには霊気があるんです。スピリチュアルな気が漂っているんですよ。そう思いません？私もそう思ってますよ。やっぱり
き立てそのものがそういうふうに神話を思う美しさがあるでしょ。そしてちょっと奥へ行ったらね、浦島神社があるでしょ。浦島神社というのは世界中の洪水伝承の系譜なんですよ、ね、ノアの箱舟のあの洪水伝承もアメリカのインディアンもエスキモも世界中に洪水伝承があるんです。日本の洪水伝承は浦島物語なんです。この伝説なんです。世界中の洪水伝承と同じ系譜です。こういう場所なんですね。私はね、そこから来ても細川ガラシア、ルラーブ、ホイベルス、そして100年経って今も天主堂はそのままあるんですよ。たった400年とちょっとの歴史です。ここには一つの単語にはね、霊気があるなと思っておりますので、皆さんとこれから私は少しこういうスピリチュアルゾーンにいる独特の何かをこう皆さんと共有できたら、私のここにいる幸せ、ここにいて幸せになれるなと思っております。よろしくお願いします。